ゆるくさんのお話や菅さんとの対談を聞いて、マスコミがいかに情報を切り取って世論を作っていくかを痛感しました。どうしたら客観的な情報にアクセスできますか？政治の情報はどのような操作がおすすめですか？複数見ることだと思います。まあ、結局その政治の情報ってわざと嘘を流すっていう情報ソースの人もいたりするんですよね。っていうのもあったりするので、流れてるメディアの情報が必ず真実というわけではないんですけど、ただ複数のソースが流しているものは大体正しいよねっていうのがあって、例えば統一教会の票の差配をしてるっていう話って、参議院議員の青山さんがある派閥の長が統一教会の票をばらまいていたよねって言ってたんですよ。で、その派閥の長が誰かっていうのは言ってなかったんですよ。参議院議員の伊藤さんが安倍元首相にこういう話をしたよねっていう話をしてて、なのである派閥、清和会の長、安倍さんっていう、青山さんがぼかした部分を、伊藤前参議院議員が答えを出したっていうので、2つの政治家の人が同じことを言ってるということは、これは多分真実であろうな、みたいな。